皆さんこんにちは。幸福自然党佐賀の中島徹でございます。今日は緊急提言、経済対策は新発想で中小企業を守れという話をさせていただきたいと思います。今日は4つポイントを挙げたいと思います。まず1つ目は、支援すべき最優先は中小企業であるという点です。そして2つ目は、今政府が行っている貸し付け制度についてでございます。そして3つ目は、支援規模が小さい日本ということでございます。そして最後4つ目は、期間限定でもいいので消費減税やるべしということで、この4つのポイントをお伝えしたいと思います。まず1つ目のポイントとして、支援すべき最優先は中小企業であるということでございますが、こういった経済危機になった時に政府は、大企業を、支援する、優先して支援するようになりがちです。しかしながら日本の企業358万社のうちに 99.7% の357万社は中小企業でございます。ですので、この中小企業を守るということは、この日本の経済を守るということにつながりますので、そちらを最優先すべきだというふうに思います。またこの経済対策について、世界で一番力を入れていく国は、それはアメリカです。今アメリカ政府と連邦議会が緊急援助法案というものを制定いたしました。この中で220兆円という超大型な予算を今立てております。そのうち110兆円は企業に対する支援金ということで、これまた超大型でございます。ただしアメリカは大企業に対しても支援はするけれども、条件があるということを伝えております。それは何かと言いますと、大企業がこういった経済危機に陥った時によくやる、自社株買いの禁止でございます。大企業におきまして、経済が低迷し株価が下がってくると、株主や、経営陣たちが保有する、株の経済的損失を少なくするために、会社の内部保留金を使って自社株買いに走ります。そうしときながら政府に対して援助金を求めるということをやるんですけれども、しかしながらトランプ大統領は、内部保留金があるならまずそのお金を使って、自分の従業員を守れということを言っております。このことは実際日本に対しても、日本の大企業に対しても言えることではないでしょうか。これがまず優先すべきは中小企業の支援であるということでございます。そして2つ目は、今実際に政府が行っている、貸し付けの制度についてでございます。これは実際にもうやっていることでございますけれども、なかなかマスコミ等でも上げて、たりしませんので、改めてご紹介させていただきたいと思います。2つございます。1つは信用保証協会、というところのセーフリーネットを利用する方法でございます。こちらは通常銀行からお金を借りようとすると、担保を要求されますけれども、突発性の自然災害、ということを適用になればですね、2億8000万円まで融資可能ということになります。ただし条件ございまして、前年同月比の売上に対して 20% 以上減額、減ったという会社に対して適用されるということでございます。そしてもう一つ利用できるところがございます。それは、日本政策金融公庫というところの新しく新設されました、新型コロナウイルス感染症、特別、貸付という制度でございます。
こちらは先ほどの信用保証協会に比べてハードルがちょっと下がります。それは前年対比で 5% 売上が減ったところに対して、融資できるということです。ただし上限も小さくなりまして6000万円までが限度額というふうになります。この2つの、貸付方法というものが今政府の、救済措置として出されておりますので、資金繰りで困っている方、会社がございましたらぜひこういったのもご利用いただきたいというふうに思います。そして、3つ目は、日本の、支援規模がアメリカに比べて小さいというお話で、ございます。先ほども、アメリカでは220兆円という大型の、支援を予定しているんですけれども、日本では1兆6千億円ということで、非常に規模が小さいということでございます。もう一桁ですね、上げれないかというところも提言させていただいております。そして最後4つ目でございますけれども、これは消費減税をすべきということでございますが、今政府としては、和牛の商品券といったものを提言したりしておりますが、中には自民党の若手議員の方では今こそ消費減税すべきじゃないかということも議論されております。また財界の方からは、社会保障に大きなダメージが来るので、消費減税は筋が悪いということも言われたりしております。しかしながら、今企業の中では非常に、産業全体がストップしてしまって資金繰りに苦しみ、そして黒字倒産もしくは、連鎖倒産ということも今危機が訪れようとしておりますので、そんな悠長なことを言っている暇はないというふうに思います。ですので、期間限定でも構いませんので、例えば1年間という期間をつけてでも、軽減税率を適用して消費税を 5% へと下げる、もしくは 10% 下げてしまって消費税ゼロにするということを、これは早急に打ち出すべきだというふうに考えます。なぜなら消費税というのは、給付金と比べても、公平で平等な経済政策となります。ですのでそういった意味でもこれは早急にやるべき政策だというふうに思います。まとめますと、今日お話しさせていただきましたのは、まず支援すべき最優先は中小企業であるということです。そして2つ目が、そのための貸付制度として2つ用意されているよということです。そして3つ目は、援助の規模がアメリカに比べると小さすぎるということで、もう一桁上げてほしいという提言でした。そして最後は、今こそ給付金よりも消費減税をすべき時であるということをお伝えさせていただきました。後期戦闘では、今、この危機を乗り切るためにもですね、しっかりとした施策、それも一番救済すべき対象に対しての救済措置を早急に迅速にやるべきだと考えております。本日は、経済対策として新発想で、中小企業を守るということをお伝えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。